マクデブルク法は、神聖ローマ皇帝の夫を一斉により作られた、地域の支配者による市や村の情勢に対する法で、内容は、都市の自由を守り抜く規定と並んで、商法、刑法、訴訟法、手続き法などの条文が大部分を占める。長い間神聖ローマ帝国の有力都市であった、マクデブルクの自治権をモデルとするために、同志の名を冠しており、 中央で中世の都市法でもとも重要なものである。この法はドイツ都市法の基礎となり何世紀の間に新生ローマ帝国で発展した。重要なことでは、ボヘミア、ハンガリーやポーランドの君主たちがマクデブルク法を採用し修正している。同法は何千もの都市や村の発展を促し、都市化へ画期的な法となった。中世の法として、この権利の 主な対象とされていたのはこれらの市で一番重要な住人の商人と職人であった。中世ポーランドではドイツ人とユダヤ人は国王の都市化開発ポリシーの死や町で招聘された。ドイツ人やユダヤ人はこれらの市で競合者であったが彼らは裁判管轄の対象ではなかった。特権は法により地域自治権で保護されていた。マクデブルクは ハンザ同盟加盟メンバーの中で、マクデブルクは重要な貿易士の一つであった。西のフランドル、東のバルト諸地域、ドイツ内陸のブラウンシュバイクなどと商売をしていた。13.14世紀の古ドイツ法体系の中で、最も発展していたマクデブルク法は、数多くの都市に適用され、その適用地域の北端、東端はロシアにまで及んでいた。その中には、 シュレースビヒ、ボヘミア、ポーランドなどの近隣地域はもちろん、文化的差異の大きかった、ポモジェ、プロイセン、リトアニア、ウクライナにまで広がり、おそらくモルダビアでも適用されていた。これらの地域では、マクデブルク法を、ドイツ法あるいは、デュートン法と呼んでいた。同法が適用された都市は、マクデブルクの地方裁判所を最高裁判所としていた。ため、マクデブルクは、 リューベックと共に、北ドイツ、ポーランド、リトアニアの法律を実質的に支配しており、都市法によって結ばれた、家族にとっての最重要の心臓部として機能した。この重要な役割は、1495年の帝国改革によって設立された、帝国裁判所の権威の高まりとともに、古ドイツ法が、ローマ法にとって変わられるまで続いていた。ユダヤ人は、 国王や皇帝との慎重な交渉をし優先費号、得ていた。ユダヤ人は、保証人になれない、ユダヤ人の物品の入手に関して、それを購入したか抵当物件として、手に入れたのかを区別されることなく、その物品の完全な所有者として認められるようになった。ユダヤ人が、キリスト教徒やキリスト教徒のメシい会に肉を売ることを、許可した。 ポーランドでのマクデブルク法の履行は、ドイツの原版とは異なっていた、古代ローマ法も取り入れている。ポーランドの地主は、ドイツ人定住者がいない場合、ドイツ法の定住などを用い、また、ポーランド人はしばし、ドイツ語文字に全く無理解で、古いポーランド法を使用していた。同法は、ウクライナ、ハンガリー、プロイセン、ベラルーシ、ポメラニア公国、リトアニア、そして、 ビエチュ、フルイシュタク、サンドミエシュ、クラクフ、クルフ、ポズナン、ロプチツェ、ブロツワフ、ズートルイヤ、ビリニュス、トラカイ、カウナス、フロドーナ、キエフ、リビウ、ブロディ、ルーチク、ボロディームルボルインスキー、サノク、シニャティン、ニージンなどで適用され、バルデイオフ、フメネー、クルピナなど、当時のハンガリー王国領だったスロバキアにも、マクデブルク法を採用した都市がある。 ありがとうございます。